よろしくお願いします。今週構成マリアです。はい、受賞初騎乗の佐々木大輔ジョッキーです。あ、お願いします。お願いします。構成マリアですけど、はい、まあ、デビューガチして最初の、はい、乗った時の印象とかって覚えてますか？一番最初乗ったの、まあ、そうです、あのパドックでまた上がった時で、初めほど調教乗ったことなかったんで、うんうん、どんな感じかなってやったんですけど、うん、最初乗った印象はなんか牝馬なんですけど、すごい背中柔らかくて、なんか走り方もなんか本当柔らかみがある感じなんで、本当、あ、なんかしまい足使いそうだなって印象で、先生からもそんな感じの指示だったんで。あ、そうなんですね。はい、実際足使って最後ね。そうですね、うんうん、ちょっと僕も乗りながら、え、これいけんじゃないみたいな感じで。そうなんですね。一番人気のね、馬そうですね、をね、指してっていうレースでしたもんね。はい、まあ、今回重賞になりますけれども、はい、期待値、そうですね、本当、まあ、全然僕みたいなジョッキーが乗れるようなレースじゃないですし、本当乗せていただいた先生とオーナーさんには本当感謝します。どうにか恩返しできたらなと思います。中間はね、調教を狙われてますけども、はい、感触はいかがですか？そうですね、やっぱこう、あの走ってる時力まないっていうのがやっぱ一番、まあ、この馬の持ち味でもあると思うんで、まあ、そのおかげで追い切りもしまい一幅、あの、うまく伸びてくれましたし、反応できてたので、まあ、競馬も同じように足使えてると思うので頑張りたいと思います。重賞の舞台っていうのはジョッキーとしては、そうですね、ほんと、まあ、なんかこうちっちゃい時からなんかこう夢見てた舞台の一つではあるんで、まあ、すごい嬉しく思います。なんかお父さんとか反応ありましたか、親御さんは？あ、でもほんとなんか良かったねぐらいな感じで。よかったね。なるほど。親父はいつも何度まで重賞いっぱい出てるんで。あ、そうですよね。やっぱりお父さんの影響が大きくて、あのジョッキーを目指したんです。そうですね、それが一番ですかね。やっぱちっちゃい頃からこうなんか馬に、馬が近くにいるっていう環境だったんで。なるほど、ね、はい、多分親父の職業が違ったら多分全然違うあれだと思いますし。なるほど、はい、もしジョッキーを目指せなかったら何になったと思いますか？何すかね、全然ちょっと想像つかないですけど、普通に大学行って、うん、何しよっかなって感じだったと思います。なるほど、はい、ラーメン屋かと思いました。あ、ラーメン屋にしといてもいいですかね。分かんない、多分。じゃあお父さんとはいろんな競馬場に行ったりしてる？そうですね、あの二宮厩舎に、うん、あの、ね、前いた時とかは結構、あの中山ナイトが G1 使う時に一緒に東京まで連れて行ってもらったりとかしてました。なるほど、じゃあ結構本当にいろんな競馬場に。そうですね、はい、本当小学1、2年生の頃とか、あの中山フェスタが凱旋門賞行った時、はいはい、うん、今競馬場は行ってないんですけど、競馬見てないんですけど、あのそこの調教場を連れて行ってもらったりとか。はい、あ、そうなんですか、はい、調教場って、あのラモレの、そうなんだ、はい、全然、はい、あの馬見てたとかじゃないですけど、めっちゃでかいですよね、あの広い。あ、そうです、はい、あ、そこにじゃあ行ってたんですね。そうですね、そこの厩舎で遊んだりしましたね。すごー。印象覚えてますか？いや、でも本当遊んでただけなんで、なんか松ぼっくりに乗ったり、松ぼっくり日本でもできるしてなかったんで、あれなんですけど。確かに、そんな遊びとかはね、お父さん忙しいから。そうですね、あんまりなかなか行けなかったですよね。はい、いい思い出です。まあ、最近、あの穴場県ね、すごいたくさん周りからの反響とかありますか？いや、でも本当に能力あるものを捨てていただいてるおかげで、やっぱこう馬券にも絡めてるんで、うん、僕のあれじゃないんで、もっとそう、ね、どんどん結果出していかないと思います。うん、なるほど。ファンレターとか来たりします？いや、でも全然ですね、そういうの。本当に、はい、あ、そうなんだ、はい、でもこれから多分たくさん来ると思います。いい普段は何して過ごしていますか？普段は、そんな出かけたりもしないんで、本当月曜日もゴロゴロしてるぐらいですね。競馬見て、うん、ずっとゴロゴロしてる。
そうですね、あの先週なんか乗った競馬見てって感じで、ああなるほど、はい、あのレースを一度振り返って、あそんな感じですね。あへえそうなんですね。なんかあそうこの間のあのヤングシリーズのインタビュー結構話題に、はい、いや出さないですよ、恥ずかしいですよ。恥ずかしいですか。あの5位って言われてたじゃないですか、あの司会の方に、はい、あれ何を考えてたんですか。でも笑ってましたよね。あ笑ってます。なんかシュート先輩隣で何か言ってきて、うん、なんて言ってるか分かんない、忘れたんですけど、うん、なんかそれで知らんかったんかみたいな感じで。いやでも結構序盤からやってませんでした。はい、序盤なんかこう5位になっちゃうねみたいな感じで言われて、なんか5位みたいな。いやいや笑ってませんでした。そうなんかあ5位あ確かにみたいな感じで、ああ、ね、何言えばいいのかなみたいな感じで、あちょっとじゃあ答え困ってた感じだったんですかね。5位あ確かにぐらいな感じだったんで。なるほど、それ以上なんもないなと思って。あの裏競馬場の印象を聞かれて、乗ったことないんで、いや聞かれてもなって思って、あそういえばと思って、家あるみたいな感じで。確かにね、あのあれめっちゃ面白かったですね。全然そんな狙ってたとかじゃないんで。ね、あの狙ってなくてあのコメントが出てくるんですよ。逆にその狙ってないんだっていう。家いるの。ちょっと真面目にインタビューいや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 面白かったです。反響ありました、あのインタビュー。あなんかちょっとはい、自給者の助手さんからとかもいろいろ言われたりして突っ込まれました。他にないんかって感じですよね。いやいや、なるほどない、なるほどないですよ。何だろう、あと普段あの好きな食べ物とか、まあ、やっぱりラーメン。そうですね、ラーメン最近結構焼肉とか行ったりして。そうですね、好きな食べ物基本何でも食べますね。なんかラーメンが好きって聞いたんですけど、はい、好きなラーメンとかであります？どの種類が好きなんですか？好きなラーメンなんですかね。あでもなんかあっさりしたよりもちょっとこってりっていうか、うん、ああそうなんですね。こうなんかドロッとした家系みたいな。あそうですね、家系とか好き。あ家系が好きなんだ。でも結構ジョッキーって減量大変なイメージ。あそうですね、うん、あるんですけど、はい、ラーメン食べても大丈夫なんですか？夏場ちょっと49キロが毎週あったんでちょっとセーブしてたんですけど、ちょっと来年からちょっとあの、ね、JRA さんが1キロ売れるんで、その分食べれるなって感じでラッキーって感じですね。昨日話しててなんか1キロラーメン食べれるの1キロ食べたらもう戻ってこないですよ。それは面白いなと思って。なるほど。今後の、はい、あの目標とかってありますか？今後の目標、まあ、そうですね、やっぱ関西の同期はすごい毎週のように買ってるんで、まあ、僕もそれに負けず、まあ、追い越せるように、うんまあ、ちょっとずつですけど、まあ、頑張れたらなって感じですね。うん、小野村聖奈騎手とか、そんな大丈夫です。そうですね、先週も3つぐらい、ねえ、すごいですよね。またかーとか思いながらすごいなって感じですよね、うん、本当に。やっぱりそういうの見ると刺激になりますか？そうですね、もう刺激というか、まあ、ちょっと嫉妬じゃないですけど、やっぱちょっと僕もやっぱ勝ちたいんで、もっと、うんうんうん、もっと頑張ります。悔しい気持ちの方が、そうですね、やっぱ大きいですよね。あなるほど、はい、なんか頑張ってくれると、はい、皆さんにメッセージを一言いいですね。もう少しインタビュー練習します。いやいやいや。もっとたくさん勝てるように頑張るんで、これからも応援お願いします。すいません、なんか聞くの忘れてたんですけど、はい、尊敬する先輩って言いますか？まあ富田暁さんですね、乗り方すごいかっこよくて。ああそうなんですね。あの短い踏みで、うんうん、あんなかっこいい声の、本当に僕も短い踏みすごい好きなんで。あそうなんですね、うん、すごいかっこいいなと思いますね。ああ、この間の萩野でメインレース勝たれてたのも、うんうんうん、すごいかっこよかったんで、新潟でいろいろ聞きたいことがあるんですけど、なんか機会があったら聞けたらなって感じですね。あんまりこれまでは関西と関東だから話す機会、そうですね、あんまり一緒の競馬もあんま乗ったことないんで。あこの間の新潟の7レースであの名警さんのマスクで乗られてたんですけど、やっぱ映像見ていやすごいなと思って、なるほど、デッドオリみたいだなって感じ。あ、はい、じゃあ新潟で会った時に、そうですね、ちょっといろいろお話できたらなと思います。
一番聞きたいことは何ですか。やっぱその追ってる時のなんかどんな感じでやってるんですかみたいなとか、僕はどんな感じでやってるんですかみたいなとか聞けたらなって思いますね、うん、ありがとうございます。